こんにちは。こんにちは。大名もパンダのすみでございます。中野瀬でーす。あれ、なんか久しぶりすぎる感じだから。名前何でしたっけ。博多の獅子。中野瀬でーす。中野瀬です、はい、12月初。なんか12月初登場よね。いや僕ももう仕方忘れましたもんね。もうあと5日ぐらいで終わりますけど。もうね、久々の、清水中野瀬、大勢で、はい、今日が26日12月26です、はい、っていうところで久々にどうぞ動画をね、はい、やろうかなって思ってまして、はい、ついに、はい、で時間が今日なかなか押してますので、まだ大掃除が待ってますんでね。はい、そうですよ、はい、ちょっと駆け足にはなっちゃいますけども、あ、駆け足ずつちゃんとやろうかな、それは。まあまあ、年末っていうところでもちろんね、久々の方々の来店なんかも増えて、まあ連日にぎわってますけども、はい、ありがとうございます。今日の動画ははい、まあまあ、なんていうかな、まあ少し気分早めな春物みたいな、もちろん提案も込めてご用意しているラインナップでして、ズバリレザーです。レザー、はい、実はちょっと、はい、画面の端に映ってしまいました。映っちゃった、ごめんなさい。じゃあバレてるよ。あってなってます、ちょっとバレていいんです、すいません、隠さないんで、うちは。はい、はい、じゃあレザーのエースといえばズバリ、はい、エンメッティ、こちらです。はい、っていうところで今日はエンメッティ特集で動画もね、ご紹介したいなと思います。はい、お願いします。メインでは、2つご紹介したいなと思ってまして、はい、まずエンメッティで、まあ、一番有名、はい、もう名作です、はい、シングルライダースのユリ、ユリ、はい、もうこれがあってこそのエンメッティというところで、今回今のタイミングでは二方ユリをご用意してますですね。なんかだいぶ雰囲気が違う2着ですね、はい、もう全く雰囲気違います。でこっちに関してはもう先日動画でご紹介したのでですよね、もう駆け足ではご紹介します。はい、これ別注です。はい、別注のユリですね。簡単に言いますと、はい、失礼します。ものすごく通常版のスウェードよりもちょっと贅沢な、ものすごいタッチ滑らかな、まあ上質のスウェードを使ったこのシルバーっていうカラーですね。ちょっとこう、はい、グレージュトーンな、まあ綺麗なグレートーンの、タイプで、スウェードボディにこのジップをゴールドに、そうですね、ゴールド、これいいですね、はい、変えてます、これはね、動画ありがたいことに先日ご紹介してからというものを、早速ね、多数売れてましてこれね、2回目なんですよ。そうですよね、お店に並べるのも前回がね、多分いつだったかな、まあ、7月か8月ぐらいに入ってたと思うんですけど、その時にものすごい評判が良かったので、うんうん、追加生産をかけまして、でこれがそのもう2回目、もう追加生産分がこのタイミングで届いたっていうものですね。あ、そうだったですね、はい、こっちが今、もう別注版のスウェード、はい、はい、スウェードシルバーのユリ、はい、色めちゃくちゃいいです。これな、画面で伝わってますかね、これね、もうこの色の良さってどうなんだろう、全然ね、多分実物本当に綺麗です。本当だ、綺麗っていう言葉がいい。ライダースでなんかね、ちょっとこう敬遠されてる方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、これものすごくね、なんかスマートですね。あ、そうですね、で大人な表情なスウェードっていうところです、うん、でこんなこと言いつつ、結構もう売れてます、おかげさまで。ありがとうございます。ので結構フルサイズで数積んでたんですけども、よく売れて、今店頭にあるのがもう本当にこのね44サイズと48サイズ、はい、で僕が今168センチ58キロ、はい、で今44ジャストで今来てます。ジャスト、はい、はい、なんでこれもう2回目の追加なので、おそらく直近ではもう追加しません。ちょっとさすがにもう相関なりできないので、なのでまあ44、48サイズの方は、ピンとくる方はぜひ、狙ってほしいなと思うところです。はい、お願いします。お値段が、14万円プラスタックスになってます。14万プラスタックス、はい、でまあこれがお先に登場しまして、もちろんスウェードの、ね、ライダースもいいですっていうところもありつつ、やっぱり黒、ここからが本題ですよ。本題、ここから本題です。ちょっとすみません、駆け足でしたね。これはね、もう2回目なんで、はい、で、まあ、これはささっと終わりまして、はい、まあ、今日の主役はこの子です。はい、これです、はい、もうある意味、ユリといえば表側の黒のです、ね、ライダースっていうところが、まあまあ絶対的な、まあ、不動のね
あの地位になってると思うんですけども、革質すごくいいです。もちろんブラックなんですけども、はい、寄ります。あのね、あの実は厳密に言いますと、あのエメティって結構革の種類もありまして、まあ、いわゆる表側っていうこのスムースレザーのタイプでも何パターンかあります。で、この革がですね、シルクナッパ、シルクナッパ、はい、はい、でこれ何かと言いますと、あの、まあ、めちゃくちゃまあ省略して簡単に言いますと、はい、通常版レギュラーで出てる、まあ、表側のタイプよりかは革の厚みが大体まあ半分ぐらい、半分ぐらい、近く厚みが半分、はいはい、はい、シリーズでして、まあ、要は簡単に言うと薄くて軽い、はい、なのに、はい、見た目ちゃんともうあのレザーなんですよ。いや、そうなんですよ。触るまではこう、あのちゃんとね、見た目はある意味重厚感があるというか、しっかりしたレザーなんですけど、もう触れてきていただければ分かると思うんですけど、ものすごい軽いです。うん、タッチが、はい、でこれ僕がおすすめするポイントとしましては、まあ、あのリアルな話すると、実はもう一段階薄いレザーの革もあるんですよね。まあ、それがナッパマンガって言われるタイプで、はい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 、大体 0.1 ミリぐらい違うんですけど、はい、ただあのこれはもちろんお好みはあるとしてもですね、あんまり薄すぎるとなんかこういい意味でレザーの迫力がないという、うん、まあ、要は軽い着心地がなんかもうちょっとしっくり重たい方がいいなみたいな、見た目的に今雰囲気、はい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 、っていうお声もあって、まあ、分かりやすく言うと中間の厚みですね、うんうん、だから軽さはそのままに、でも見た目はもういわゆるもうちゃんとレザーの、はいはい、レザーの重厚感もありながらの、はい、まあ、それができたのがこのシルクナッパですね。ちゃんとします。シルクナッパ、はい、僕もね、エメティの実はあの最初言ってたその一番薄い革のタイプの黒のライダースのユリ持ってるんですよ、はい、あれそうなんですか。そうです、あの持ってて、これ実際やっぱ僕も持ってるんで分かるんですけど、確かにちょうどいい。あ、へえ。あの見た目多分ね、そんな例えばちょっと薄い革のタイプなんですよって多分そんな思わないぐらいだと思うんですよね。いや、そうですよね。この感じだけで見ると、そうで、要はあのまずそもそも論で言うと、このじゃあユリっていうモデルがなんでこんなに人気があるのかっていうと、うんうん、僕絶対にまずはシンプルで形がいいってことですね。シンプルに形がいい、はい、やっぱ基本的にはスマートでいいですね、うん、だからアームドラインとか本当に綺麗し、丈のバランスも含めて、まあなんか、僕はこれも同じく 168cm58kg でサイズ44を着てます。はいはい、44、はい、でちょうどいいっすなんか、そうですね、竹感の形も、はい、もうまあある意味何の変哲もないと言ってしまえば本当そうなんですけど、だからこそ本当シルエットの良さが引き立ちます。こんな可愛いですね。なんかちょっと革もツヤ感があるんです、ね、なんかそうですね、そう、この質感もいいし、まあまあ先ほどのこのスウェードタイプもありつつ、あのどっちがいいかっていうと、こちらもどっちもそれぞれ魅力があるので、もうそこはお好みになってくると思うんですけども、やっぱある程度レザーの1着目ってやっぱ黒のライダースが欲しいという方はね、あの多くいらっしゃるので、まあまあまあ本当にまあ初級の初級編というかね、まあそれで選んでもらってもいいと思いますし、なんか今までのレザーがちょっと重たくて着ないよねっていう人にも僕は自信を持って言いますね。はいはいはい、はい、確かにっていうところなんで、まあこの辺とかね、今、レザーっていうのは僕からするとあんまりこう時期を選ばず、着れるものだっていうところで、まああんまり言うといつ買ってもいいです、レザーは。寒い時でも、はい、暑い時でも結構着れるんで買っていいです間違いないですね、はい、っていうのもあってやっぱ実際売れてるので、うん、皆さんね、あのレザーはリピーターの方もすごくいらっしゃるので、まあそういう方にもやっぱりうちではね、今レザーがすごく人気があるので、うんうん、まあその中でもやっぱこのユリっていうのはもう本当に語り継がれる、あのどのブランドのライダース、シングルライダースよりかはやっぱ一番名がね通ってるモデルだと思いますね、うん、まあそれは納得かなと思います。この画面の立ち姿というんですかね、うん、かっちょいいですね。たまなってる？なってます、これこれがあるからねおかげよね、これのねいや、それ本当かっこいいなと思います、はい、っていうところで、これはこの年末のタイミングで用意できまして、サイズが44、46、48、50、はい、上まで、はいはい、っていうところが今揃ってまして、お値段が13万5千プラスタックスでございます。13万5千の、はい、プラスタックスですね。なんで、まあ、この年末年始、まあ、すでにねあのちょこちょこ売れてるんですけども、まあ、目玉のね一つになってくるんじゃないかなと思います。はい、はい、でまあここでね終わってもいいかなと思いつつで話してましたね、はい、最初ですね。ただもうちょっと今日のあの流れを見たら出すしかないです今日もうですもんねもうなもうだからそうそうそう、もう出そう、ね、はい、動画で、はいはい、ブログをね、読んでいただいている方はご存知だと思うんですけども、まあ言うてうちマンナも
いわゆる新春の初売りっていうのが、まあ、1月2日から営業をします。で毎年そのせっかくね新年のスタートなんでその時ってスペシャルアイテム仕込んでるんですよ。まあまあいろいろもうほんといろいろ用意してるんですけども、まあその中の目玉の一つっていうところでエンメッティ、はい、エンメッティ実はもう一方ご用意してます。実はこっちいます。いやそうですバレとったよね。ずっとおりました。みんなお気づき。うわーこれすげえ。もうこれねもう僕の肝入りです。もうモデル的にはこれ好きですね。めちゃくちゃお気に入り。もう多分ね 2,3 年ぐらい連続してやってると思うんですよ。でこれが、もう全くライダースとは違って、まあ、僕はあのモッツパーカーと呼んでるんですけど、はいはいはい、まあ、分かりやすいイメージで言うとモッツコートの、まあ、ちょっとショート丈っていうイメージの、うんうん、まあ、ブルゾンというかね形で、これね、去年一昨年ともやってるんですけど、その時はねあのグリーン系のカラーでですよね、これいわゆるちょっと本当ミリタリーなイメージでご用意してたんですけども、うん、今回はちょっとイメージを一新したいと思いまして、今回色を変えました。それがめちゃくちゃいい。よります。はい、あの中見てもらえると全然違いが分かると思うんですけども、中はい、このフロントはボタンとジップで、中見てもらえるとあの触ってもらえば全然違うのが分かると思うんですけど、こっちじゃん、もう要はライニングなしです。あ、はいはい、なのでもう裏地つけてませんのでとにかく軽いです。ちょっと待ってくださいね。動画撮影中あるあるですね。はいはい、すいません。おかえりなさい。一瞬で戻ってきましたけど電話かかってきましたね。ちょっと一旦途切れましたけど、はい、もう一回続きをじゃあやりましょうね。はい、お願いします。はい、改めてライニングなしって言ってたんだっけ。そうです、ライニングなしのところです。はい、まあ、要は裏地ついてません、はい、っていうところなので、まずはあの着心地が本当に軽いです。で今回これの分に関しては春夏モデルとしてあのお出した分の、到着がやっと来ましたというところですね。はいはいはい。で、これのいいところは着てください。マジ雰囲気です。着ます。これモデル名は多分アンブローセっていうのかな。アンブローセは、はい、聞いたことないですね。読み方は分かりません。多分それで合ってんじゃないかな。言ってもらえば分かります。はいはいはい、はい、僕読みが正しくないかどうか分かんないんで、モッツパーカーと呼んでます。そういうことですね。というのもこれね本当実はマニアックで、はい、あのネット探してもねなんか全然出てこないぐらいのなんかこう珍しいモデルとしてうちは気に入ってます。こちらです。もうねじゃ色最高。これは、ね、ブラックじゃないしグレーじゃないし、簡単に言うとグレーです。グレーの括りには、はい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 、アントラステっていうカラーになりますので、あのグレーなんですけど、はい、この色は僕大好きで、ちょっとね簡単にグレーとは言えないぐらい色なんですよ。そうなんですよね。ちょっとなんていうかな、グリーンがかったとも言えるしねっていう、うん、なんか言いよどんじゃったって感じ。だからあえて僕スウェードの黒ってどっちかってちょっとこうベタッつまんない雰囲気に上がるものも多いので、なんか今年はこのあの要はイメージ的に言うと前までのあのこのモッツパーカーがちょっとミリタリーのイメージだったら、はいはい、今回はちょっと大人なパーカー、スウェードパーカー、ちょっと都会的なイメージでやりたいなと思って今回グレーをチョイスしました。そういうことですね、はい、ここがあのポケットもついてて、もちろんここボタン付きなんですけども、はい、これ実はサイドにもちゃんと手入れるところがあるので、みんなここが入れてるとすげえしっくりくるっていうので喜んでくれてます。うんうん、かっこいい、様になりますね、はい、なんでこちらのボタン、あとは竹感の雰囲気もいいと思います。あのまあ程よいミドルですね。そうですね、ミドル決して悪くない、はい、でも例えばライダーってどっちかというとショート丈のモデルなので、はい、あの身長ある方だったりとか、もう他の方もちょっと短くないみたいなっていうのを気にする方もね、あの少ない方いらっしゃるので、なんかそういう方にはねこのレザーのこの竹のバランスの良さっていうのはなんかすごく僕としたらなんかすごく気分だなっていうことですね、うんうんうん、だからこれは前開けで、このものすごくねやっぱ香り心地このライニングなしなのでめちゃくちゃ軽いんです。そうですね、あのレザーを持ってる感覚は全然ないです。だから前も止めてもいいですね。よっ、こんな感じで、ここちょっと、ね、こんな感じで開けてもらうっていうのも、
これはこれで本当大人っぽい A ラインが綺麗に出ますね。綺麗で、形シルエット感とかもすごく良くて、はい、肩はこのラグラン仕様になってまして、そう、ほうほう、で、身幅とかも程よくゆったりめなんですよ。だから、例えばライダースとかの形は結構細身に上がってるので、そうですね、44スタートでやってるんですけど、これ42スタートでやってます。だからこれ僕が168センチの今、はいはい、58キロでサイズ42を着てます。あ、そうなんですね、はい、だからワンサイズ下ぐらいのサイズ感ダブルですね。うーん、だこれで他のユリとかのライダースだったら44ぐらいかなっていうイメージです。はいはい、この身幅も程よくふんわり、そう、もうとにかくこのシックなグレー、雰囲気がなんかめちゃくちゃいい。 なんて言えばいいんですか、僕はこれは、はい、で、これまあさっき言った通り、まあ新春初売り値だというところで、はい、用意してましたので、本当は2日発売開始、はい、でもフライングは止めませんとチラッとブログで言ってましたが、はい、言ってましたね。まあ早速のリアクション多数いただきまして、はい、ですね、まあ長崎のM ガミさん、M、はい、さっきはご近所さんの K 村さんと、はい、早速飛び込んでまして実はもうね、サイズ完売サイズ出ちゃいました。いや、もうだからもういいやと思ってブログこうやってね動画でも出してます、はい、なんで、サイズが今店頭に今あるのが42、44、46サイズ、あ、はい、もう48サイズすいません完売してしまいました。ありがとうございます。デクロなんで、トイツまだ店頭には出してないですはい、はい、隠してます。正月に用で隠し持ってるんですけど、はい、ブログ見てる方、動画見てくださった方、はい、簡単に出しますので一声いただければすぐさっと裏から出しますので、はい、見ていただければなと思います。なんでこっちのモデルがモッツパーカータイプが15万5000プラスタックスとなってます。はい、15万5000プラスタックスです、はい、これはね、ぶっ飛びの予感なので、はい、すでにぶっ飛んでるんですけど、飛んでますね、これは。早く行っていただいた方がいいんじゃないかなと思います、はい、正月待ってるとちょっと厳しいかなって感じなので、早めにいいんじゃないかなと思います。はいはい、っていうところでだいぶなんか気持ち的には駆け足なんだけど多分時間はちゃんと取ってるあ、そうですね、しっかりとはい、っていうところなんで、皆さん年末年始ね、何かとお忙しいかと思いますけども、はい、まあまあ大名店多分まあぼちぼちゆったりはしてると思いますので、もちろんその他のアイテム含めておすすめありますので、はい、またタイミングあれば、もちろんまたその他に年末用に仕込んでるおすすめありますので、はい、またそれは近々でアップするんじゃないかなと思います動画でも、はい、はい、お願いします。なんでまた気になるものありましたらぜひぜひ店頭でお待ちしてます。お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。